を登っていくという展開になっているんですけれども、うんはい、当然あの本当にこの島のごくごく一部の山を登っていくという展開ですので、はい、あの後でちょっと高いところから外眺めてみたりとか、あの普段普通に遊ぶだけじゃなくてせっかくなのでいろいろ情報をお見せできればなと思っています。はい、お願いします。じゃあどんどん行っちゃってください。これでも本当に実は今ちゃんと進んでいるような感じですけど、見えるところはどこでも行けちゃう感じなんですもんね。そうですね、まあ、この中では当然行けないけれども、はい、フレーション、はい、このジェイルアイランドにある本当に大きな鉱山が入っている山があるんですけれども、はい、今回その山を登っていくというミッションです。はい、おお、うまいうまい、おお、なんかすごい、なんかすごいことやってる感ありますね、矢作さん。うまいですね。これあの操作は非常に簡単でして、基本的なの攻撃アクションは四角ボタンだけで行えるんですけども、それをしっかりこううまく当てることによって今みたいなこう多彩なアクションができるようになっています。やっぱり今回のルフィのアクションというところに一番こだわっているので、うん、あの今左下青いゲージになっていると思うんですけれども、はい、これであの見聞色ルフィの素早い動きやサーチ能力といったものが特化されたアクションに今なっています。こういったアクションがすごい軽くどんどんコンボを決められるようなアクションになっていて、丸ボタンを押すと今押せるかな、こんな感じでソルの移動ができると。移動が、はい、でどんな敵がこのフィールドに潜んでるかって気になると思うんですけど、はいはい、あ、こうやって見えてる、で今回本当にただの平地じゃなくて、はい、すごい複雑な地形の中でルフィが戦うことになるので、もう本当にそのまま当然わーって突っ込んでいってもいいんですけど、こうやって、はい、あそこに敵がいるんだ、じゃあ見つからずに進んでいこうとか、そういった攻め方も本当に自由、はい、冒険だけじゃなくてアクションバトルのところも自由に進められる、戦い方も本当にもう自分で決めて戦っていけるってことですよね、はい、そうですね。実際の、まあ、爽快な必殺技というところも当然ぶっ放せますし、はい、あるいはもう本当に何なら敵と戦わずに、うん、あ、じゃあちょっとこっちもうゴムゴムで掴んでいって逃げちゃおうみたいなところに行きますし、はいはいはい、本当に、まあ、ホールケーキアイランド編でルフィたちが、まあ、逃走劇を繰り広げましたけど、うん、本当にそういった遊び方というのもできるようになっています、うん、で、はい、ここの高い場所から、すごい高い場所からすごい遠くまで見通せますね。そうですね、この実際の近代的な街がここから見えて、今回 の東京ゲームショーの体験版ではそこまで行くことはできないんですけども、はい、実際にはもう見えている場所、こういったところにどんどん進んで、あ、見えている場所で冒険がいくらでもできると、あそこであるってことなんですよ。あそこに実際に製品版では行って、はい、人との出会いがあったりバトルがあったりするわけですよね。はい、そうです。ぜひそこも今後楽しみにしてもらいたいなと思ってるポイントです。あのでっかい建物なんかありそうだな、あいつ。そうですね、このじゃあ高い建物を登って眺めたらどんな感じだろうとか結構気になると思うんですけども、はい、まあ、そういったところもすごい楽しみにできるポイントかなと思ってます。なるほど、はい、はい、はい、スナイパーライフルを構えている海兵が、おっと、ここは一発でと、はい、あ、調べる。で今回ですね、はい、まあ、さっきあのプロモーションビデオでも登場したアイザック、はい、このアイザックが科学者というキャラクターなんですけれども、はい、その科学者であるがゆえにこの島の海軍たちってすごい強大な武装を行っていて、はい、多分あんまりその原作アニメでもスナイパーライフルを構えてる海軍ってそんなに、まあ、そんなに見た記憶はないですね、はい、ただ今回あの本当に近代的な装備をしているというところで、ルフィ もうただの海軍なんだけど、そういったところにすごい戦いで苦戦する、はい、まあ、だからこそ剣道ショットの、ね、はい、画面で見せてもらってます ね、こんな感じのスナイパー、はい、確かにここまでなんか発達した感じの銃っていうのはそうそう原作でも見たことないですからね、はい、実際今回この島オリジナルの島というだけでなくて、海兵のデザインあるいは海賊のデザイン、はい、みんな一からじゃあこの島だったらどういう敵がいるんだろうという考えながら、うん、作っているので、そういった細かいところも実は今回東京ゲームショーで楽しむことができるので、はい、そうですね、見どころの一つとして、はい、私有の時に気をつけてほしいですよね、はい、そういうところも。で今武装色に切り替えて、今切り替えたんですね、はいはいはい、あ、本当左下が赤い拳になってるのか、そうです。おこうするとまた全然攻撃方法が変わっていって、はい、より重いよりヘビーな攻撃に切り替わると、はい、これまた四角を押してるだけな感じなんですね。そうですね、四角を押すことでのコンボになってるんで、はい、でさっきは丸ボタンでダッシュだったんですけど、はい、武装色に切り替えることで丸ボタンでガードになります、はい、このルビーの手も真っ黒になってガードしてます。さっきはソルだったんですよね、はい、そうですね。ですので本当に敵の状況、まあ、ボスキャラクターや敵の状況によって、はい、どんどんモードを切り替えていってアクションを楽しんでいく。すごいすごいすごい、今ゴムゴムの移動出ましたね、出ましたね、
あの攻撃的にどうやって倒すんだろうと思ったら、はい、一瞬にして周りを詰めてましたね。実際にはゴム後のピストルで遠くから撃つこともできるし、今みたいに一気に近づいて倒すこともできるしというところです。はい、やっぱあのやっぱゴムゴムのやっぱ身の力での移動っていうのはすごく爽快感がありますね。ちょっとあのやるかやらないか迷ってたんですけど、はい、ゴムゴムのロケットも今回のビルドでやってみちゃおうかなと思ったんですけど、矢畑さんできそうですか？そうですね、ちょっとあの飛べるかどうか頑張ってみますね。よいしょ。こんなゴムゴムのロケット、そんなすごい大技ですか？じゃあちょっと飛んでもらいましょう。おおもうガンガン連続でやっちゃって、矢畑さん。おおとかとかあれですね、なんかお腹がその浮く感じというか、おおロケット本当に風を切るような動きが、てか、あっちゴムゴムの UFO で、空飛んでる感じですもんね、完全に。そうですね、もう本当に景色があとめっちゃ綺麗いやすごい投稿、こうやって今回あの実は東京ゲームショーのゲーム20分間のプレイ時間制限はあるんですけど、はい、とはいえ結構たっぷり時間あるので、ぜひこういった、あ、こんなところも行けるんだっていうのを楽しんでもらえたらと思ってます。はいはいはい。いやー、これ、落ちた、あーちょっと高所恐怖症の人キューってなる感じがありますね。あ、いきなり出てきたけど、おから奇襲をかけることもできます。はい。そうですね、実はアクションのバリエーションとしては非常にシンプルになってるんですけども、ルフィの状況によっていろいろ行動も変化するので、はい、まあ、やっていくと新しい発見が深掘りがどんどんできるゲームになってるんじゃないかなと思います。敵掴みとかできるかな。今の敵を掴んだ、はい、ああいう風にですね、本当敵を直接掴んで、はい、一気に攻撃を仕掛けたり、あ、そしてこれクマに見えますけど、クマがいる。実はあのベガパンクが作ったパシフィスタだ、はい、本当にただの海兵だけじゃなくてパシフィスタまで配備されてるというこの謎の島なんですけど、そうですよね。これだってボスキャラとして今出てきてるわけではないわけですよね、はい、これはもう本当にこのフィールドにいる中ボスキャラクターい、はい、はいはいはい、通りかかったら、あ、パシフィスタいたみたいな、いるってことですもんね、はい、展開になっています。なんだこの島火力すごい、なんだこの島って感じですよね、本当にシャボンシティかってシャボンショットかって思いますからね。実は今回東京ゲームショーで初めて皆さんに遊んでいただくので、はい、ダメージ量とかちょっと調整したりもしてるんですけど、まあ、そこら辺はまあ、はい、でも実際には結構苦戦する敵になってると思います。レッドホーク、なんか普通に何気にいきなりレッドホーク出ましたね。そうですね、今さらっと大技のレッドホークが左下に黄色い丸のゲージがあると思うんですけど、はい、攻撃をしていくとこのゲージが溜まっていって必殺技を出せるようになっています。なるほど、今ちょうど2つだったのが3つになりましたね。そうですね、実はこのイーグルストームとレッドホーク、はい、この黄色い2つと黄色い1つがついていると思うんですけど、2つは2つのゲージを消費、1つは1つのゲージを消費ということで、その本当に場面場面に応じて必殺技も使い分けてもらえればなと。なるほど。うわ、でこちら黄色い敵キャラクター、はい、あんまり攻撃してこないんですけど、こいつは通信兵になっていて、電電虫が実はカバンにくっついてるんですけど、後ろになんか乗っけてますね、はい、こいつを倒さないと実はどんどん敵キャラクターが新たに現れるので、はい、あ、この逃げるんだ、だからなんでこのフィールドを見つけたらまずこの通信兵から倒していかないととか、はい、そういったところも、まあ、だめルビーなんで、じゃあ、ドーンと突っ込んで倒すこともあると思うんですけど、はい、まあ、やればやるほどそういった、あ、こういう風に倒した方がいいなっていうのを楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。しかも今落っこちましたね、彼かわいそう、まあ、当然吹き飛ばしたら落下するってことですね。そういうところもすごいですよね、やっぱり。そうですね、やっぱり今回この島をリアルに冒険してる感を楽しんでもらいたいので、はい、うん、ルフィやフィールドだけじゃなくて敵の動きもかなり、はい、繊細というか細かい動きをつけさせてもらってます。あの273、274って出てるの、あそこ目的地って感じですかね。そうですね、今回は山頂を目指そうなので、はい、山頂まで距離が274ある、はいはい、あ、届くかな、これ届いたな、おお、あ、戻すからね、連続でできるってのもいいですね、はい、いや今回ちょっと皆さんにお見せしたいのでわざわざ下の方まで行ったんですけど、はい、戻れるかなって心配だったんですけど八幡久さんが何とかしてくれました。危ない危ない、確かにここさっき見覚えがあるところですね。そうですね、戻れましたね、やっと戻りましたね、はい、まあ、今回は本当に山を登るなんで限られた場所でのゴムゴムのロケットの移動になるんですけど、はい、まあ、本当に町とか村とか森とかもういろんな自然が垣間見える場所なので、今のため打ちですね。実際四角ボタンのシンプルなバトルなんですけど、ため打ちでまたああいった新しいアクションがあったりとか、そういったところも今回のゲームショーのビデオを楽しめるようになってます。かなりの自由度が高いってこと
あのワンピースのゲームなので、はい、ゲームに詳しい人もゲームに詳しくない人もいろんな人が遊んでくれるかなと思っていて、はいはい、まあ、だからこそ、まあ、シンプルな操作だけどやると奥深いと、まあ、そういったアクションを今回楽しめるようにしています。なるほど、シンプルだしかつやり込んだらどこまででもやり込めるっていうような、はい、いろいろバリエーションも持ってるそうですもんね。あ、また敵がいますが、今度はスナイパーライフルじゃなくてなんか巨大なハンマーを持った敵が、はい、中にいましたね。あ、今、お、すごい、え、すごい、今一瞬で移動できた。そうですね、今あのこのモードだとソルで一気に敵に近づいてテイクダウンをするという技もありますので、反則みたいな感じですね、なんかすごい技ただ敵に見つかっちゃうともうできなくなっちゃうんですよ、これ。なるほど、今見つかってる状態って感じですかね。スローモーションみたいになったのは、あ、今のはガード、あの八幡九山がすごいタイミングよくガードしてくれたので、はい、ビンゴガードといって敵の動きが遅くなると、はい、敵の集中力によって、ジャストガード的な、ジャストガード的な、あ、これだ、おお、本当だ、おお、八幡九山うまいっすね。八幡九山はもしかしたら今世界一うまいかもしれない。それはまだね、世界中の人10分しかやってないわけですから。おお。でもこれ当初あの10分ぐらいですかねって言ってたんですけど、はい、結構遊んじゃってますからね。やってますかね。まあまあまあ、でもせっかくですからね、見せしたいですから。ヤハタクさん、あの時間切れという最悪の事態は避けなきゃいけないんで、どんどん進んでいきます。あ、また進んでたらいい。あ、うまく、あ、うまく、お、お、あ、これ外したんじゃない、外したんじゃない、あ、お、あ、お、あ、キャンセルした、キャンセルもあるんだ。あ、ジャストガード。あれ、なんかちょっとね、でもちょっとなんか焦ってきてるんじゃない、八幡九山。ちょっと焦ってます。でも別に全部を倒さなくてもいいっていう。そうですよ、実はこう走って駆け抜けることもやろうと思えばできちゃうんで、はい、でもちゃんとね、見せようとする、はい、というところでここまで来ましたが、実は多分1分ぐらいですよ、今ここまで1分ぐらい大体。さすがに多分初めて遊んだらどこにいるのかもわからないので、こういうことはできないと思うんですけど、やり込んでいくと多分タイムアタックとかも楽しいんじゃないかな。はい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 、本当にこれね、今ここまで1分ぐらいで来ちゃったらね、あれですもん、せっかくの CU もちょっともったいない気がしますからね。そうですね。せっかくなので、あの、はい、皆さんにはもういろいろと楽しんでもらいたいなと思うんですけど、満喫してほしいですからね。はい、じゃあ八幡九山の最速最速逆さりバトルが見られるかな。お、かわした。やけにちょっとこれプレッシャーかかってますからね、八幡九山今。九山、八幡九山、あれで2分以内ぐらいに倒さないと時間ないかもしれないから危ないですよ。プレッシャーをちょっとかけていきますよ。最後の告知が果たして間に合うか、間に合うかっていう。でここであの八幡九山、遠くから攻撃をしつつ、ゲージも溜めつつ、はい、お、うまい。当然ジャストガード、ジャストガードからのレッドホーク。いや、これは見せますね。見せますね。いいね。もう八幡九山もかれこれ2年ぐらいずっと遊んでるんで。あ、でもちょっと今焦りが出ましたね、はい、今のは食らったけれども、その食らったのをさらに、はい、リカバリーしましたね。リカバリーした感じですかね。装飾で杯を吹っ飛ばして遠くに飛ばした後、今のゴミゴのピストルのため打ちをしてレッドホーク、おー、入る、入った、一気に減りましたね、はい、一気に減りましたね。やっぱレッドホーク相当強力ですね。そうですね、あの敵の状況によってもダメージって変わってくるので、はいはいはい、どういった風にやれば一番効率よくボスにダメージ与えられるかっていうのもやり込んでいくと見えてくるかなと思います。なるほど、完全に今では隙を見つけて、はい、おお、あ、ミングルさんも、あー、あー、でも、おお、吹っ飛ばしたけど、もうちょい、あと少しだけど、まだ少し現状、早い。これは相当なスピードですね。相当なスピードですね。5分以内で、あ、流星火山これ大丈夫かな。あー、食らいましたね。あ、この杯の攻撃もダメージを与えるとどんどん激しくなっていくんで、お、もうちょい、あと1ミリぐらいですか。お、お、こっから先が要注目のシーンですね。はい、ここがシークレットのところですが、でここでこの3人が相まみえて 2B コンティニューとなると、はい、これは実際に本製品版でもあるシーン、はい、ある